おかえり。こら、いきなりソファーにダイブするなんて、お行儀が悪いぞ。そっか、疲れてるのか。なんだか最近忙しそうだもんな。そうだ、疲れてるなら耳かきでもしようか。これでちょっと気持ち落ち着かせて、そしたら一緒にご飯食べよう。お兄ちゃんが作ってあげるから。ね。うん。じゃあ膝枕するから、こっちおいで。膝枕するのって、結構久しぶりだな。照れないでくれよ。こっちも恥ずかしくなる。痛くはない？なら、まずは耳周りを拭きながら、マッサージしていくな。しょ。まずは耳の裏側から。くすぐったい？気持ちはわかるけど、体の力を抜いて。大丈夫。だんだん気持ちよくなっていくから。ほら、行くよ。それじゃあ、耳の縁を拭くよ。よし、こんな感じかな。それじゃあ、今度は綿棒で耳の縁の細かい汚れを取っていくな。どうした？ 俺なんていいんだよ。俺がしたくてやってるんだから。
それに最近はお互い忙しくて、しばらく兄らしいことなんてできなかったからな。だから今は正直嬉しいよ。はい、どういたしまして。よし、じゃあ綿棒を入れていくな。少し奥まで。おしまい。じゃあ次は左耳を上にして。はい、よくできました。あ、当たり前か。いや、なんかお兄ちゃんモードに入っちゃうと、なんかまだお前が小さかった頃を思い出しちゃってさ。ごめんごめん。もうお前も小さいまんまじゃないもんな。でも今日は子供扱いする。さ、それじゃあ耳を拭くからね。じっとするんだよ。じゃあ耳の裏拭くな。じゃあ次は耳の縁。ん？そっか、眠くなってきちゃったか。うん、そのまま寝ちゃってもいいよ。ああ、俺は大丈夫。たまには妹とのゆったりした時間を過ごすのも悪くないからね。ご飯は起きてから一緒に食べよ。うん、おやすみなさい。
よし、それじゃあ綿棒で耳の縁やっていくね。じゃあ、綿棒を中に入れるね。奥に入れるよ。また何か疲れたり辛いことがあったりしたらいつでもお兄ちゃんに甘えていいんだからな。おやすみ。